をキーワードでですね、探した方がいいのか、一番最初にカメラを選ぶときに失敗した例っていうのをですね、そういったものをですね、ぜひ味わっていただきたい。そして、はい、どうもこうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。今回ですね、カメラを始めてみたい人のカメラ講座、それとですね、初心者のためのカメラ講座、こちらのですね、同じテーマでですね、お話をしていきたいと思います。はい、それがですね、失敗をしないカメラの選び方っていうですね、お話をですね、ちょっとしていきたいと思います。よかったらですね、最後までご覧いただけたらと思います。はい。で、失敗しないカメラの選び方なんですけども、カメラをですね、選ぶときに迷うのがですね、多分一眼レフを買った方がいいのか、ミラーレスを買った方がいいのか。最初ですね、多分カメラを選ぶとき、初心者の方ですね、カメラを選ぶとき、こちらですね、一眼レフを選んだ方がいいのかな、それとミラーレスを選んだ方がいいのかな、よくわかんないんだよなっていう方ですね、多分ですね、いらっしゃると思います。はい。なので、まあ、どちらがいいのかっていうですね、まあ、お話をですね、まずしていきたいと思うんですけども、こちらですね、結果はですね、どちらでもいいです。はい。一眼レフを選んでいただいてもいいですし、ミラーレスをですね、選んでいただいてもいいので、まあですね、どちらもですね、まあメリット、デメリットあるので、まあその辺のですね、メリット、デメリットをですね、まあ考えながら自分にはどっちが合ってるのかなっていうふうな形で、購入をですね、していただけるといいかと思います。で、以前の動画でもですね、こちら一眼レフとミラーレスどちらがいいのかっていうですね、まあ動画もですね、出してますので、よかったらですね、そちらも参考にしていただけたらと思います。はい。でですね、まあどちらでもいいと言いながらですね、まあ、カメラを買うときに、まあ、どっちを選んだらいいのって結局ですね、というふうにですね、まあ、悩む方いらっしゃると思います。なので、まあ、どういったものをですね、選ぶといいのか、ここはですね、もう本当に一眼レフ、ミラーレスどちらでもいいんですけども、選ぶ基準っていうのがですね、すごく大事なんですよ。はい。で、選ぶ基準ですね、とても大事なものがですね、あるんですよ。それがですね、こちらの、はい、コンパクト。はい、こちらがですね、すごく初心者の方にはですね、とても重要なですね、キーワードになってきます。はい。コンパクトなものを選ぶっていうのがですね、すごく重要になってきますので、よかったらですね、この辺をですね、まあ基準にしながら考えていただきたいと思います。このコンパクト、なぜですね、このコンパクトをキーワードでですね、探した方がいいのか、それをですね、もう私がですね、ちょっとカメラ選び、一番最初にカメラを選ぶときに失敗した例っていうのをですね、まあちょっとお話をしていきたいと思います。まあ、一番最初にですね、私が買った一眼レフのですね、カメラっていうのが、ニコンのD40 というですね、まあ、結構昔のですね、カメラになるんですけども、APS-C のですね、確かカメラだったと思います。マイクロフォーサーズだったかな。はい。で、結構ですね、やっぱ一眼レフ、勢いよくですね、買ったんですよ。これを買えば綺麗なですね、写真、素敵な写真がですね、いっぱい撮れるんだろうっていうですね、風な形で、やっぱりですね、最初意気込んで買いました。やっぱりこれを買って、いいものをいっぱい撮ってやろうっていう形でですね、意気込んで一眼レフを買ったんですけども、やっぱりですね、こういった一眼レフ、大きいじゃないですか。しかも重いじゃないですか。まあそういったものですね、最初はもう意気込んで撮るんですよ。やっぱり持ち出してですね、いろんなものを撮ってみて、あ、やっぱりこれカメラ違うなっていうふうにですね、感じるんですよね。まあ普通のカメラとやっぱり撮れ方違うので、まあ綺麗ですし、すごくですね、撮っててボケ感っていうのもですね、ありますので、まあそういったものがですね、すごく最初は楽しかったんですよ。はい。ただですね、重くて大きいじゃないですか。その結果どうなると思いますか？持ち出す機会がですね、減るんですよ。はい。これですね、多分結構あるあるな話だと思うんですよね。まあ一眼レフを最初に初めて買った初心者の方っていうのはですね、意気込んで一眼レフ、いいカメラを買いますよね。はい。その後ですね、持ち出す機会って減らないですか？そうなんですよ。重くて大きいものってですね、やっぱり持ち出すのめんどくさいんですよね。なので、まあそういったですね、持ち出すこと、持ち出す機会っていうのがですね、どん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 減っていってしまって、最後にはですね、もう本当に使わなくなったんですよ。うん。もったいなくないですか？何万円も出して、せっかく買ったカメラ、綺麗に撮れるのはいいんですけども、重くて大きい、そういったものをですね、買ってしまうと、持ち出さなくなってしまうっていうのがですね、まあ、すごくデメリットっていうかですね、これ残念なところだったところなんですよ。はい。ところどころばっかなんですけど、持ち出す機会をですね、増やすために、まあ、コンパクトで、
軽いもの、コンパクトで軽いものっていうのをですね、選んだ方がやっぱりですね、常に持ち出したりですね、しますので、そういったですね、せっかく高いものを使わなきゃ損じゃないですか。なので、なるべくですね、コンパクト、軽量なものを選んで、それをですね、持ち出すようにするっていうのがですね、まあ、カメラをですね、始めるときに一番必要なことだと思います。持っていかなきゃですね、いいシーンに出会っても撮れないんですよ。なので、そういったことをですね、いいシーンに出会う場面をですね、増やして撮ることをですね、増やすことをっていうのがですね、すごく大事になってきますので、そのためにやっぱりですね、コンパクトで軽量なものを選ぶっていうのがですね、すごく大事になってきます。はい。で、そのですね、コンパクトで軽量なものを選んで、じゃあ結局ですね、どこのメーカーで選べばいいのかっていうですね、まあお話もですね、結構されるんですよ。どこのメーカーのカメラ選んだらいいのっていうお話なんですけども、まあメーカーはですね、本当にどこでもいいと思います。はい。ただですね、まあちょっとおすすめなのか、カメラといえばキヤノン、ニコンっていう形ですね。大きなメーカーがありまして、まあ、この辺がですね、まあ、最初失敗しないメーカーなのかなというふうにですね、思います。そしてですね、まあ、レンズがですね、すごくですね、揃っている。そして、そのレンズもですね、安いものが結構いっぱいあったりするので、まあ、この辺がですね、価格を抑えるために、いろんなですね、しかも種類を選べるっていうのがですね、メリットになってますので、やっぱこの辺のキヤノン、ニコンあたりをですね、選ぶと、まあ、その辺最初はですね、いいのかなっていうふうにですね、思っています。ただですね、最近このソニーっていうのもですね、結構レンズのラインナップ増えてきてますし、安いものっていうとも結構あるんですよ。で、カメラもですね、結構いいものですね、初心者向けのものもですね、いっぱい出てますので、まあその辺を考えるとソニーという選択肢もですね、あるかと思います。他にもですね、ペンタックスとか、パナソニックとかですね、富士フィルムとかですね、いろんないいカメラあるんですけども、この辺のですね、もう3メーカーが一番最初に始めるときは、まあいいのかなっていうふうにですね、個人的には思っています。こういったですね、まあ有名なカメラ、みんなが持ってるようなですね、カメラっていうのはですね、やっぱりね、使い方をですね、聞きやすいんですよ。持ってる人が多いからですね。で、例えばこういった YouTube とかでも、こういったですね、使い方っていうのを検索してすぐ出てきやすいっていうのがですね、あるので、自分が使ってる、その機種のですね、説明とかもですね、聞きやすいっていうのがあるので、まあ、やっぱり有名なですね、メーカーをですね、使っていただくと、初心者の方にはすごくいいのかなっていうふうにですね、思っています。カメラをですね、選ぶときに、結構重要なのがですね、もう私個人的にはですね、見た目で選ぶっていうのもですね、すごく大事なことだと思います。はい。こういったですね、まあ見た目で選ぶんじゃなくて、中身の機能で選ぶっていう方もですね、まあ中にはいらっしゃって、それもですね、確かにそうなんですよ。機能って結構大事なので、ただですね、まあ、初心者の方って、とか、まあ、もしくは趣味でやりたい方ですね。一番最初って結構見た目大事じゃないですか。これが可愛いとかですね。この見た目がいいから、結構持ち出してみたいとかですね。これ持って、取り歩くのがですね、まあ、ちょっとおしゃれな感じがすごくいいっていうのがですね、あると思うんですよ。なので、まあ、そういった見た目から入るっていうのもですね、結構大事なことだと思います。私もですね、まあ、写真を楽しむ上で、そういった見た目から入っていくっていうのもすごく大事なので、自分がですね、気に入ったような見た目からですね、入っていただいてもいいと思います。例えば、オリンパスとかですね、まあ、あの辺ですね、まあ、結構おしゃれなカメラありますよね。で、富士フィルムとかもおしゃれなカメラあります。はい。なので、まあ、そこからですね、入っていってもいいです。で、そういったですね、おしゃれなカメラを持ち出すっていうのがですね、すごく楽しみっていう方もですね、いらっしゃいますので、その辺もですね、まあ、実践していただくとすごくいいかと思います。で、やっぱりですね、持ってるだけで楽しいっていうのがですね、まあ、持ち出す機会が増えるんですよ。はい。なので、まあ、持っているだけで楽しい、そういった見た目がですね、いいものっていうのもですね、選んでいただくのも一つのですね、方法なので、まあ、その辺もですね、見た目にこだわって、買っていただいてもいいかと思います。昨日とかですね、後回しでもいいと思うんですよ。まあ、ゆくゆくですね、その自分の写真っていうのが撮るのがですね、上達してきて、もうちょっと、機能的にこういったものが欲しいっていう場合にですね、そういった機能面をですね、追い求めていいと思うんですよ。なので最初はですね、もう本当に見た目から入ってもいいかと思います。で、大事なのはですね、やっぱり持ち出すっていうことなんですよね。もう私もこれ、失敗した経験っていうのがやっぱりですね、持ち出さないことがですね、一番カメラをですね、買って失敗する例なんですよ。
はい、なので、まあ、カメラをですね、買って失敗するっていうのはですね、やっぱり持ち出さないことだと思うんですよね。機能が足りないとかですね、そういったことはある程度技術で補うことができるんですけども、そういったところをですね、持ち出さなければ根本的にですね、カメラが使えないので、まあ、そういったところをですね、最初にやっぱり持ち出すっていうのがですね、必要なですね、ことになってくると思います。で、その持ち出すためにはやっぱり手軽さ、そういったですね、軽さ、コンパクトさっていうのがですね、すごく重要になってきます。ただですね、まあ、この辺やっぱりですね、スマホにはかなわないんですよ。やっぱりスマホって常にですね、持ってるじゃないですか。で、もうすごいちっちゃいし、軽いし、手軽に撮れるっていうのはですね、やっぱりスマホすごくいいんですよ。で、なので、まあ、スマホでですね、写真とか撮っていただいてもいいんですけれども、やっぱりですね、おすすめとしてはこういったミラーレスとか一眼レフをですね、使って撮っていただくっていうのがですね、まあ、個人的にはすごくおすすめになっています。なぜかというとですね、これですね、やっぱり非日常の楽しさをですね、味わってほしいんですよ。はい。スマホで撮るってもうすごく最近ではもう日常なことじゃないですか。写真をですね、まあ、スマホで撮る、動画をスマホで撮る、そういったことってですね、もう本当に最近ではもう日常のですね、光景なんですよ。なので、こういったですね、一眼レフやミラーレスをですね、持ち出して撮るっていうのはですね、すごく非日常的なですね、楽しさっていうのがありますので、そういったものをですね、ぜひ味わっていただきたい。そして、スマホとかでは撮れない写真っていうのをですね、まあ、こういった、カメラで楽しんでいただくっていうのがですね、まあ、すごく私がですね、一眼レフやですね、ミラーレスをおすすめする理由になっています。なので、まあ、ここまでのですね、お話の中で、私がですね、失敗した例をですね、まあ、お話ししていきました。その中で、やっぱりですね、失敗しないためのカメラの選び方。こちらがですね、まあ、持ち歩けるカメラっていうことなんですよね。はい、持ち歩けるカメラをですね、必ず選ぶ。それがですね、やっぱりコンパクトさだったり、軽量さだったりします。もしくは見た目ですね。見た目が良ければですね、自分もですね、持ち出す気分になってきますよね。そういった、軽くてコンパクト、そして見た目がいい、そういったところがですね、やっぱり持ち出す理由にですね、つながっていくんですよ。なので、やっぱりですね、せっかくカメラを買っても、いいカメラを買ってもですね、持ち出さなければ意味がないんですよね。なので、こういった持ち出す理由がですね、できる、軽量、コンパクト、そして見た目。この3つにですね、要点を絞ってカメラをですね、最初に選んでいただくと、まあ、必ずですね、持ち出せるカメラっていうのをですね、選べるようになりますので、よかったらですね、試していただけたらと思います。というわけでですね、今回は失敗しないカメラの選び方についてお話をしていきました。参考になったでしょうか。はい、こういったですね、カメラに関するいろんな話ですね、していきたいと思いますので、よかったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。まあ、正直ですね、ニコンの D40 を買った時って、あれ画素数がですね、600万画素ぐらいだったんですよ。で、スマホがその時ですね、iPhone 4S やったかながですね、800万画素だったんですよね。で、iPhone 4S の800万画素って綺麗じゃないですか。ただですね、全然 D40 の方が綺麗だったんですよ。やっぱり600万画素のですね、一眼レフカメラ、APS-C だったと思うんですけども、センサーサイズがですね、はるかにですね、やっぱりそっちで撮った方が背景のボケとかもありますし、綺麗なですね、写真の感じっていうのもですね、全然違ってたんですよね。なので、やっぱこう、そこでやっぱりセンサーサイズの違いっていうのを知ってですね、まあこう、一眼レフすげえいいなっていうふうにですね、思って、で、まあ、結構ですね、まあ、そこからですね、一眼レフで撮るようになったんですけども、まあ、やっぱり重くてですね、大きいっていうのが、まあ、持ち出さない理由になってきて、まあ、スマホでですね、手軽に撮れるっていうのがですね、まあ、すごく良かったので、まあ、その辺がですね、まあ、もうちょっとその時にミラーレスとかあると結構もっと、持ち出したのかなというふうにですね、思っています。で、できればそういった、ミラーレスとかですね、コンパクトなものを選んでいただいて、まあ、持ち出す機会っていうのを増やしてもらって、でその後ですね、やっぱりもうちょっと機能が欲しいってなると別でそういったいいカメラっていうのを選んで、例えば使い分けですね、日常でスナップとか使うカメラ、コンパクトなもの、それと、もう一つですね、しっかり、ちゃんと撮りたい時のいい感じの一眼レフとかミラーレスカメラ、いいやつですね、そういった、2つを持っていただくとすごくですね、まあ、使い勝手がいいのかなというふうにですね、思います。はい、なので、まあ、そういったところですね、ゆくゆくそういったいいカメラを買うっていう前提で、まずはですね、コンパクトで軽量でですね、まあ、見た目でですね、自分が、いいなって思うものをですね、買っていただくと、まあ、入り口としてはすごくいいのかなというふうにですね、思います。
はい、というわけで今回ここまでです。バイバーイ。